右折について、朝夕の混む時間帯でみんな空気を読んで交互に曲がっていく場所などもあると思いますが、基本的には危ない行為。あの車線が多いところってこと？車線が2車線、3車線あるところで、左折が右折がっていうところになる感じ？そうだね。直進が来てないっていう状況だと、自分が右折をする立場になると、直進が全く来てないっていう風だと、後ろがイライラするかもしらんよね。それだとね。時間帯的に、そんなに車がいない時間帯とかだったらまだあれなんだけど、朝夕のラッシュとかになってくるとさ、多分、みんな早曲がれっていう感じになると思うんだよ。まあ、例えばこんな感じで。まあ、右折待ちをこう、してる車が、右折待ちをしてる車が、まあ、こうやっていて、まあ、俺ここやりにくいな。まあ、こういう、多分こういう感じで左折の車がいて、右折待ちしてて、直進がこうやって、まあ通過してった後に、まあここが直進がいなくなっちゃった時に、多分、あ、これだとあれだな。だからこう、まあこういう感じみたいな、こう、まあ、こんな感じってことでしょ？まあ、無理しすぎないっていう状況になるかな。こっちの車の左折の方が優先なので、左折の車がどの車線に入るかっていうのをきちんと見極めないといけないかなと。だから、この左折の車がこっち側にこう、小さく回るような感じであれば、まあ、こっち側の車線に、こうやって入ってしまうっていうのも、まあ、時間的には致し方がないかなと思うかな。ただこっちの方がやっぱりね、優先ではないので、何かトラブったとき、事故ったとき、事故したときには、やっぱり左折の方が優先にはなるので、だからそこのところは特に気をつけながら、先に曲がってる車がいたら、まあこの辺ぐらいで、この車がどこに行きたいかを見ながら、こっちの方にこう来たい場合もあるんでさ。こう来たい場合もあるんでさ。その動きをここで読みながら。だからこういう絡みになりそうだったらちょっと控える必要が出てくるし、まあこれよりも先にもう自分がここら辺まで行ってしまえば、多分こっちは気分はあんまり良くないかもしれないけど、もう行っちゃうしかないよね。待ってると、基本的には待っててもらうのがベストなんだけど、多分朝なんかだと、後ろから鳴らされるんだよね。まっすぐあんまり、こう、メインの通りにならないっていうかさ、こっちが車線が減ってくっていうところだと、まっすぐが減ってこう、左折、ここだけこうやって、なることあるし、歩行者がいるとここで止まっちゃうんだよね。そうなると多分、右折の車が多分ここ行くやつが出てくるでしょ。まあ、ここに入るのはしょうがないかなっていう感じもあるよね。大きい道路だと。こういう状況になったときに。だから、こういう状況になったときには、これがどこ行くのかっていうのを考えながら、だから、これが例えば、こう来てる状況だったらもう行かないっていう状況だよね。ここの。だから、自分が右折の場合だと、こっちの車がどこに行きたいかっていうことをきちんと見極めながら、こいつはどこ行くんだろう？二台目のやつがどこ行くんだろう？この大きい車線のところを左折するとかっていうときは、基本的にはもうこうさ、ここに行くのか、ここに行くのか、ここに行くのかっていうのを、ここの時点できちんと周りの車に教えてあげなきゃいかんだよね、左折の。だからこっちに行くんだったらちっちゃく小回りしていく形になれば、こっちの車はこっちしか行かないので、まあ、ここにこうやって。行くっていう判断ができるんだけど、ここに入りながらこっちにこうやって来ちゃうと、この車はこっちに行くもんだと思って来ちゃってるので、そうすると大体こう、確認不足のままこっち側に車線入ってきちゃうから、自分がもう右折でこうやって来ちゃう場合であれば、もうこの車がもしかしたら来るかもしれないっていう風な意識で右折していかなきゃいけないよね。だからここで曲がっていくとき、自分が左折の立場であれば、きちんと
ここの一番こっちに入りたいのか、真ん中に入りたいのか、こっちに入りたいのかっていうのを、ここの曲がってる時のこの横断歩道にこうどうかかるかっていうので、だから一番外に行きたい場合もあるじゃんね。もう切って右折したい場合だと、ちっちゃく入っちゃうと、右折が来た時点で入れなくなる可能性が出るんで、ここでもうこっち側に入りたいわけじゃんね。そうなったらもうここを大きく入りながら、右折の車にこう入らせないようにしないとダメだよね。蓋をするようにしてあげない。そうするとここ蓋すると、こういう感じになるよね。こういう感じ。そうするとこれはここ行く。そうするとこいつは多分内側に回る。そしたらこの車は、これがどこ行くかを考えながらなるよね。こう行って、こうであれば、こう行くっていうところまで、イメージしていってあげないといけないかな。うん。本来だったら待ってなきゃいけない形なんだけど、ただやっぱりそうは言ってられない時間帯だと思うから、絶対鳴らされると思うんだよ、後ろから。うん。うん。そうだね。だから、ここら辺はやっぱり時間考えると、やらないと後ろが曲がれないっていう状況。なるべくこう、右折はさ、行きたいっていうかさ、行けないとかなり溜まっちゃったりするじゃん。特に左折が多いところで歩行者もいる。だから地下鉄の駅があるところとかになると、結構ここで引っかかっちゃうんだよね。こうやって。そうすると、左折が引っかかってしまってることによって、右折が行かないになると、ここでもう歩行者信号が点滅してってなっちゃうと、例えばこれが行って、2台ぐらい行って、こいつぐらいが行ったらもうあと行けないとかさ。そうすると後ろの方もさ、矢印が出てても行けない車両が出てきちゃう。1台これが行ってれば、行けた可能性があるっていうさ、そういうところは出てきちゃうので、相手の動きを見ながら、やっぱり右折っていうのは、こう、時間帯的にはやらざるを得ないかなと。日中の時間だったらそこまで無理しなくても、多分こっちの左折もそんなにいないと思うんで、だからそこまで無理しなくてもいいとは思うんだけど、まあ朝方で直進が少ないとこだったら、うん、やった方がいいかなっていう感じはあるよね。うん。うん。だからそこの原付とか、そういうのは考える必要があるよね、かなり。うん。だから間から抜けてくるとかさ、そういうのもあったりするんで、うん。だからもうここだけ間髪こういったからって言って、こうビャってこう行くと、この辺から自転車がバッて来る可能性もあるので、だからそういうところも周りをきちんと見ていかないと、一番難しいし、右折が一番条件的には不利なので、なんかあった時には右折がやっぱり一番やらかしちゃう。過失割合が高くなるから。だからそこはちょっと、うん。ね、難しいね、これはね。うん、正直。と思う。けど、まあ、練習して。周りの人の動きを見ながら、どうやって行ってんのかなって考えてもらうといいかな。そうだね。だから、左折側の方も、こっちの動きを見なきゃいけないので、だから、左折でこうやって行きながら、こっちがどう動いてくるかを見ていかなきゃいけないんだよね。だから、こう、自分がもうこっちに行くんだったら、こっちの動きを考えて、もう蓋しなきゃいけないよね。だから例えばこう曲がっていくときに、こうさ、これがこの辺に行くとさ、これが多分こう来ちゃうじゃんね。その自分がこれだったら、これがどこ行くかまで見とかなきゃいけないんだよね。多分ついてきちゃうんで、ある程度まで。そうすると、ここにこうやって入ろうとしてしまうんで、こいつはこの黄色い、これが行ったとこにこうやって、これが行ったとこなら行けるっていう形になるから、これに、こう行く前に、ここにこう、うまく、こう行かないとダメなんだよね。こう行かないと、ここにこう来られると、ここが行けないと、こっちが曲がれないんだよね。青信号で左折のが優先なのに行けないっていう状況を作ってしまうことになるから、これが、こっちって、こうなった時にもうここら辺にこう、俺はここ行くんだぜみたいな感じにしてやらないと、来ちゃうよね、こいつが。なかなか難しいよね。うん。だからちょっとその辺の自分が右折の立場なのか左折の立場なのかでさ、ちょっとその辺はいろいろと状況を見て、自分の方が左折なら優先だけど、どうするか。うん。それは右折に対して入らせないようにするっていうことが大事になってくるし、それができなそうだったらそいつは入れてもその次はっていうふうにしなきゃいけない。変な車線に入ると今度多分混んでるから戻れなくなるでしょ。そうなってくるとかなり難しくなってくるんで。
この左折はさ、朝は。だから普通に右折の矢印が出た時に上がるのが一番楽なんだよね。うん、青信号だとすごく難しいよね、歩行者とかは言います。